皆さんこんにちは、アコースフィア奥沢とアコースティックサウンドオーガニゼーションの麻生です。僕たちアコースフィアレコードのアーティストがですね、ギターと音楽について語り合うというラジオ番組レディオアコースフィアということで、以前のレディオアコースフィアは、画面があり動画ありのコンテンツだったんですけれどもちょっとサボりまして、今度から声だけのコンテンツとして本当にラジオをやろうということになりました。ね、どうですかラジオの雰囲気は。ラジオの雰囲気ちょっと初めてなんで、ね、不思議な感じですね。なんか映ってないのに緊張する。そうですね、逆に顔作っちゃうみたいな。ね、まあでも気楽に皆さんにもね、音楽トーク、ギタートーク、そういったものをこう楽しんでもらえたらと思います。はい、第1回のトークテーマなんですけどね、はい、何しようかと考えてたんですけども、まあ最近結構僕たちライブが多くなってきまして、あ、そうですね。ね、今年というかこの4月に入ってからだいぶ生活がみんな変わってね、それでアコースティックサウンドオーガニゼーションスナスクライブみんなね、それからこの間アコースティックガレージということで、吉祥寺スターパインズカフェでライブをねみんなでやったりとか、はい、ね、ジグとかアンディファレント、それからまあ本当にねたくさんの人たちが出て盛り上がってやりましたけども、ライブをするにあたってね、ライブをするまでの期間に、まあ、どんなことを普段してるのかっていうことをね、トークテーマにしたらどうですかと、ソナスクライブの井上くんの方から言われました。構成作家。そうだね、見事な構成作家振りだけど、ね、どうですか麻生くんは、なんかライブ前になって突然心がけることってあるの？ライブ前になって心がけることですか、うん、僕はやっぱりもうとにかく練習したい、弾きたいんで、うん、弾きたいんですがなかなかやっぱり僕は社長と一緒にライブすることが多いので、うん、時間が皆さん社長お忙しいのでいやあれですか、僕が練習に付き合わないっていうのをバラしてるいやそれはでも確かに申し訳ないなと思うんだけど、まあそうだね、あんまし正直あんまり言っちゃいけないのかもしれないけど、リハーサルとかそういったのにそんな時間置かないもんね、僕とかは ね、 ね、でもね、自主練はすごいします。で、その僕と清水くんとでアコースフィアやってて、まあもうだってね、4年ぐらいでしょ、そうで、だって出会ってからっつったらもうね、なんたってあの腐れ縁の中ですから、そうですね、もうね、だからね、そのリハーサルって雰囲気じゃないんだよね。で、その合わせれば合わせるほど、はい、なんか面白みとか新鮮味がなくなってくるでしょ。まあ確かにそうです、ね、それよりも大きな枠組みだけ決めといて、はい、それで自分の役割がきちっとこなせるように自分の練習をすごくしておくわけ、はい、で、それから相手がちょっと変わったことしてきたら対応できるようにとかもしくは当日になってこんなことかましてやるぞっていうようなものをちょっとこう仕込んどくわけ、用意しとく、そう、 でもそれはちゃんと練習しないと弾けないから、はい、そういったとこはすごく練習するよね。だから根幹の部分を練習したり、まあそのちょっと変えるバリエーションの部分とかを練習したりとかして、はい、でもそれでやっぱり当日のねインタープレイというかそういったものを楽しみにしてるっていう感じかな。あ、それは相当レベル高いですよね。いやまあでも長くやってたらそうなると思うし、あと逆にこううまく いかせるためにバンド活動とか、はい、まあ、人間関係としてそういったためにはやっぱりこういうなんていうのかな、ちょっとした距離感で大事だと思うんだよね。そうですね、僕昔さ、はい、ロックバンドサポートをやってたんですけど、はい、噂の伝説の伝説のまあね、でその時はねもう毎週リハーサルがあるわけよ、はい、で毎週リハーサルがあって毎週同じスタジオに同じ時間に集まって、で同じ曲を毎週やるわけ、はい、ね、でもさその何か大きな進歩はないわけよそうですね、うん、そうするとさそのすっごい細かいことをお互い言うようになるわけ。あー、なるほど、うん、もう12小節目のあの1拍目の裏拍のシンバルのタイミングとベースのなんとかのタイムが合わないとかもう本当にそこしか合わないところがないにもかかわらずそこだけでなんか険悪なムードになったりとかするわけだ。そうするとさ、何のためにリハーサルしてるのかなっていうさ仲悪くなるためにやってんのかな。本当にちょっとそういうところがあって、それでね、なんかすごく
あの不毛だなとそれは思ってしまったことはあったね。だからそのなんかこうもちろん完璧なものとかそういったものを作り上げるのが大切なんだけど、はい、でもそこにこだわりすぎてね、そうやってこう、うん、お互いこう精神的に追い詰め合ってしまうのもちょっとどうかなと思って。そうですね、うん、ね、でそれでスタジオで大体ちょっとだけ険悪な雰囲気になって、はい、であの帰りがけにご飯食べたりお酒飲んだりしてまた仲良くなるみたいな繰り返しだったりそのためのリハーサルみたいな。まあまあまあ、まあ、そう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 、うん、まあね、それはそれで楽しかったんだけど若い頃だったし。そうですね、うん、でもやっぱりね、なんかこうもっとこう人とねいい形でコネクションしていくためのそのための準備っていうのが必要だと思うんだね、はい、だからそうだね、自主練はすごいするけど、うん、仕込むし、いろんなこと仕込むんだけど、はい、サプライズを、はい、うん、でもなんかそんなに一緒に合わせないっていう感じかな、うん、ね、でそれでそんな感じで僕がやってるから麻生くんはあんまり練習できないってことで、ね、一緒にやってる時はねそうですね、これは改めます少し、うん、ね、でもまあそれでもね、いい感じにいつもまとまってるもんね。おかげさまでいやでもやっぱり楽しいですね。なんか問題あるの、いつも。問題はないですね、全然大丈夫ですねあのやっぱあの面白いです、その毎回なんか例えば突然リズムが変わったりとかグルーブが変わったりとか、うん、曲中にして、うん、でそれでうわこんなことが始まったって思ってそれに対応していくような感じとか。あのごめんね、はい、この間前回のライブの時、はい、ね、当日まで練習してなかった曲今日今やろうって言っていやいやもうあれすごかったですスタッフアインズ の, あの階段のところで慌てて、もう本番まであと10分とか15分とかっていう時にこの曲いいじゃんやろうよってなって、そうですね、そうそうそうまさか、まあ、ノリでやっちゃいましたけど、でもさ、要するに本当の意味では初めてじゃないじゃん。そうですね、つまりね、出来上がってるんでね、僕の中でその伴奏のパターンも出来上がってたし、はい、あそこの中でその上で弾くアドリブとかメロディーとかってものはもちろん覚えてるものだったから、ね、 で, ね、はい、できたわけだし、うん、でもやっぱね、自分たちも盛り上がったし。そうですね、うん、なんか練習でやってないことをその場でやるってなると自分たちのテンションがすごい上がるんで、うん、やっぱやってて楽しいですね。そうだよね、はい、うん、やっぱりね、そのやってて楽しいっていう感じがやっぱすごく伝わるじゃない、はい、ね、だからその分のなんていうのかな、こう余地を残しておくというか、そういった部分って大事だと思うんだよね。まあでもと同時にね、練習して完璧なそのステージングとかパフォーマンスってものをこう作り上げておいて、それを持っていって提示するっていうそのエンターテインメントとしてのやり方もやっぱ大事だと思うんで、はい、でそれは多分年齢とかその時その時のプロジェクトの規模とかそういったものによっても違うんじゃないかなと思うけどね。そうですね、僕はあのサポートのね、音楽をその事務所に入ってやってた時代がね結構あるんですけど、はい、やっぱそういった時はもう完全に作り込んでたね逆に、やっぱりこうお金をいただいて、それでその自分がサポートするアーティストさんの人生を切り開くというか、その人のための音楽でしょっていう風になったら、やっぱそこは失敗は許されないんでね。そうするとその楽しいとかなんていうのかな、その時のインプロビゼーションとか、はい、そういったことよりもやっぱりそのクオリティの高い商品としてそれを納品するという感じがすごく大事で、だもう一軸バッチリ決めてたし、その頃に書いた譜面はもうすんごい書き込みの量、はい、うん、もうあれコードフォーム表とか書いてあるからね。へえ、うん、もうそのコードネームを見て弾くとその自由に弾いちゃうのよ。まあそうですね、ね、その6弦ルートで弾いたり5弦ルートで弾いたりとかってこう自由に解釈しちゃうでしょ、はい、でもそうすることによってクオリティってちょっとこうねコントロールしにくくなってきたりするから、そうじゃなくてもうこのフレットのここを押さえてこう弾きなさいとかっていう指示書きとかものすごく細かく書いてあって、はい、あれ今でも本棚から引っ張り出してそれ弾いたら当時のアレンジのまんま本当弾けるからね。まあでもそれが多分いろんなミュージシャンの方にその後もこう継続して呼んでいただける、まあ、そのクオリティの高いものをこう、ね、ちゃんと提供し続けてるっていう雰囲気を作ったんじゃないかなと思うんだけどね。そうですね、だからまあそのね、弟子のみんなには
その両方をね、こうマスターしてほしいんだけど、どちらかというと最近は緩い部分ばっかり使ってるんじゃないかという気がしますが、大丈夫なんでしょうか ね。いやいや、やっぱりきっちりやるの大事だなって思いますね。まあね、やっても、うんうん、そういう練習とかしてる？きっちりやる練習とか。いや、きっちりやる練習してますね。アドリブとかも一応アドリブはするんですけど、うん、でもやっぱり一つのしっかりしたものを、その書き譜みたいなものは常にあるので、うんうん、でそれが書いてんの？いや、書いてはないんですけど、あの、でも頭の中ではそうですね、一、うん、回ちょっと軽くレコーディングして頭の中にあるんですけど、うん、やっぱり長く弾いてるとそれがどんどん崩れてっちゃって、うん、でふとした時には戻るんですけど、うん、でも毎回全然違うことしてるっていう風になるんですけど、それはそれでこうしっかり芯が通ったものになってるんで、うん、やっぱ完コピとか、うん、決めたものを決めたように弾くっていうのは一番大事かな。そうだね、それがこう演奏のなんていうのかな、本当に基礎の部分をすごくしっかりとさせるよね、はい、うん、もう本当に最近特にね、やっぱ基礎を、基礎力をつけるっていうのがやっぱ大事なんだな、特にまあみんなのね、演奏を見てる中でそういうのすごくね感じるので、はい、うん、まあ、最近そういうのを教えてるんだけど、だからね、結構喋れましたね。あっという間ですね。いや、でもまだこのトークテーマではちょっと喋り足りない。はい。まだまだ多分あのいろいろとあるね。そうですね。まあ実際にこうなんだろう、音楽的なことじゃない仕事も多いしね。この時期はね。そうですね。そういうことに関しても言及しないと、ライブ前の心得としてはね。はい、そうですね。うん、まあ、じゃあそういう話をまた次回持ち越してぜひぜひ、ぜひ話してみたいと思うんですけども。いかがでしたでしょうか。さあさあ、じゃあ最後は曲をかけて皆さんとお別れしたいと思うんですけども、新装回転初回の曲はアコースフェアのオリジナル曲を聴いていただきたいと思います。ゴゴガール。